BPO 放送倫理番組向上機構は NHK のニュースウォッチ9について放送倫理違反があったとの見解を発表しました。新型コロナのワクチン接種後に亡くなったのに新型コロナに感染して亡くなった人の遺族と見えるように放送していました。 BPO は人の死という人間の尊厳に関わる放送であるにもかかわらず取材の基本をおろそかにしチェック機能の不備も重なったと批判しました。